オウムがガンガン疑われてね、なんやかんや言い始めてた時にね、結局反対意見もいっぱいあったわけだから、わしの言ってることの、いや わしはもうこいつら犯罪者だって言っちゃうわけですよ。坂本弁護士の時も、もうこいつらだとって言っちゃったから狙われたわけでしょ。裁判にもうされて、名誉毀損で訴えられて裁判もしていて、裁判の最中もどんどんその信者から電話かかってきてたわけよ。で論争してたわけよ。でこれはまだ裁判かわしとオウムの間の、話し合いかでまだ続くのかと思ったら、実はその時はもうすでに暗殺団が送られていて、もう家の前にも仕事場の前にも張り付いてたんだから。でところがどうやって尾行を逃れるかっていうかことで走り回って市場の中をぐる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 走り回ってパッと抜け出てタクシーを取るとか、そうやって私は家に帰ってたんだから、うん、今もう走っただけでニュースになりますけどねふざけやがったこいつ確かにそうだよね、今はあんな風には走れないわ本当に年取ったからよだけど要するにその最中でわからないんですよ、ファクトない、うん、それ本当にもうなんかおかしい、自分の身に何かが迫っていると、あいつは何者なんだとか、もうそういうことばっかりよ、ファクトがないんだもん。でもこれは危ないっていうのはほとんど第六感なのか、第六感っていうのは本当は理論的にはこうこうこういうことがあって普通の状態とは違うで察知することは何らかの知恵が働いてるのかっていうのは分からないね。私警察署まで行ったんだよ。で警察署まで行って危ないんですと自分の身が入った玄関の中に一歩でも入ってきたら電話してくださいいや一歩入られたらその時点で私死んでますみたいな、こちら元検事ですからねっていうことなわけですよ。だからもう何これ噛んでいくしかないところがあるんだよ、うん、ああいやでも本当にヨシリン先生がそのオウムを相手にもう命がけで犯罪者は犯罪者だろって、うん、あれだけそのもう本当に価値相対主義みたいな、うん、でもっと宗教触らぬ神にはたたりなしみたいないう状況だった時に戦ってくれたからこそ、うん、今私がその旧統一教会ね、これ違法でしょと、うん、組織として違法な存在でしょと言っても少なくともね、うん、毒ガスまかれたりとかねしてないわけですね。あの時の戦いが多分でも思い浮かんでるんだと思う、いろんな人の頭の中に、うん、オウムの時にはああやって、まあね、王様は裸だって言った人に対して、うん、いや違う違うと言ってた人たちがいっぱいいて、うん、あれおかしかったよねっていう、うん、あの記憶って、うん、今のメディアの人にも言論人にもあるんだと思うんですよ、うん、なるほど。それがやっぱり今回旧統一教会の問題を少なくとも、まあなんていうの、あの時よりも、うん、まあ、速やかに、うん、もう対処するぞと、うん、まあ、いうような状況になってるっていう、うん、もうすごい礎を、すごい礎を命がけで作ってくれたんだっていうことをちょっとで感謝をしたいと